ヒドコートマナーガーデンは、イギリス、コッツワルド地方にある、いわゆるイギリス式庭園、イングリッシュガーデンの一つ。イギリスのヒドコットバートリムという、小さな村の郊外に位置している。ヒドコートマナーガーデンは、1907年に、アメリカ生まれでパリ育ちのイギリス陸軍軍人だった、ローレンス・ジョンストンが、退役後の定住地として、チューダー朝時代のマナーハウスを改装した際に、 ジョンストンの地域であった演芸家、ノーラ・リンゼイの助力によって造営された。ジョンストンは自分の死後にリンゼイに庭園を造与するつもりだったが、先にリンゼイが成去したため、1948年に自然保護団体ナショナルトラストに寄贈され、依頼造財ガによって管理されている。ヒドコートマナーガーデンはアーツクラフツ庭園のスタイルを継承し、 総面積10エーカーの敷地を直線と曲線を組み合わせた池垣で区分し、25の異なる庭園をつないだ構成を持つ。それぞれの庭は基本的にイギリスのコテッチガーデンをイメージさせるが、フランス庭園の要素やジョンストンのプラントハンターとしての成果である外来種の植物を積極的に導入した点で、従来のアーツクラフツ庭園と異なる。庭は、 箱型絵垣きのほか、市で、一位、石壁が使われ、多様な特徴やテーマを有する一連の古外の空間という形態をとっており、コテージガーデンの集大成と言われる。各区画の間には、開放的な芝地である、シアターローンや、長い長望軸線を兼ねた、ロングウォークなど、変化に富んだ四角が楽しめる、遊歩道が配置されている。 ヒドコートマナーガーデンの特徴の一つとして、池垣の上半分を整形的に刈り、下半分をすべて刈り取った、筑場庭園と呼ばれる剪定法がある。目の高さからは、隣の区画は見えないが、足元が開放されているために閉塞感がなく、同時に向こうの区画への期待感を高める効果がある。ありがとうございます。